はい、中本博秋の展示講座、今日は、テニスで頑張っています、錦織圭、この錦織圭の、美しい文字の書き方について説明しましょう。まず錦織の錦ですね。まず金編ですね。こう書いて、こう、でこちら、そうですね。このかん、この辺、金辺の書き方が大切ですね。金辺はやはり辺ですから、この右端を揃えるように書いていきます。この部分と中の関係ですけど、こう書いてこう書きました。この横線、この横線、これ2本ありますけど、この傘の中にこう2本が入るぐらい、このぐらいに書いていいと思うんですね。でこう書いて、でこのここに出てくるこの空間の間が同じぐらいに見えるように、こうこんなに書きます。こう書いてしまうと変ですね。ここまでちゃんと書けてましても、こうよく見かけますけど、こうしてこういうふうに書きますと、ここにちょっと緩んだ空間の方が出ますので、この辺りを気をつけてください。次は、しこりのこりですね。この糸編、まず糸編ですけれども、こう、まあ、こんな風に書くわけですけどね。今回は、こう糸編があって、この中にこんな字があって、3つの組み合わせですね。ですからこの糸辺を少しこう、従来の糸辺を少し狭く感じます。ですからこうちょっとこう細めにこう表現しますね。こう糸辺はこういうふうに書いても美しく見えますね。でここを少し揃えるように意識で、そしてこう、この軽い右のリズムを意識して、うわーっと、この辺のこういうリズムですか、この火の横線の延長上ぐらいから書いて、このように書くと美しく見えますね。次は K っていう字ですね。 K は土二つですね。まず1、2、3、4、5、6、このように書きます。もちろん軽い右に書いていきます。そうですね、この字はですね、横線が4本ありますから、例えばこう書いて、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 全部こう、線の勢いが全部このようになるとなんか面白みがありませんので、空間の切り方は少し工夫して、一番上の線はですね、少し下に反るようなイメージ、そしてこの頭はちょっと長めに描いた方がすっきりします。こうして、次はそうですね、ほとんどまっすぐにしましょうか。これあんまり長くしない、長く表現するのはこれだけ、ワンポイントにしましょう。でこれも目いっぱいこう押さえて、で次またちょっと表現を下に反るようにして、こうして、こういうふうに描くとすっきりしますね。こう描いてしまいますと、ちょっとこうしてくる、こういう書き方しますと、どちらが強調されるのか分からなくなって、表現がボケますので、あまり美しくないですね。以上、錦織圭の書き方について解説いたしました。